おい、うぷ主。あれ、いねえじゃねえか。あれ、マリサどうしたのよ。おいおい、何ふざけてんだよ。何言ってるの。いつも通りの可愛い霊夢ちゃんだぞ。ドヤ顔するな、イライラする。なんかそこにあるバナナがなんか喋ってるんですけど、マジウケるわ。おい霊夢、いい加減にしないと命の保証できないがいいか。まあまあまあ、マリサ落ち着いて、話し合おう。で、ウプ主はどこだ？何回だか、バナナゴリラ。そうかそうか。で、死ぬ覚悟できてるんだろうな。できてるわけないじゃん。マリサは冗談通じないのか。いやいや、冗談抜きで言ってたよね。完全に言ってたよね。ははは、何言ってるのマリサ。本当に決まってるじゃん。おい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 、あれ、なんか早口になったんだが。そうかな、いつものマリサだと思うけど。あれ、俺も早口になってるような気がする。何言ってるのよ、二人とも早くないじゃない。あれ、なんか二人よりも少し早い気がするんだよね。いやいや、これどうすれば治るんだよ。俺に聞いたってわかるわけないだろ。二人とも、今は言い合ってる場合じゃないわよ。どうすれば治るのか探さないと。私は、嫌だぞ。こんなに早口じゃ外にも歩けねえ。俺だって嫌だよ。これじゃ、可愛いお姉さん、ギャフンギャフン、大変だな。おい、ウプ主、さっき可愛いお姉さんって言ってなかったか。何のことかな、知らないな。だから二人とも、何そこでイチャついてるのよ。あれ、さっきより早くなった気がするんだけど。いやいや、なんでこんな奴とイチャイチャしなきゃならねえんだよ。こっちだってお断りだよ。凶暴だし、ゴリラだし、胸ないし。ああ、言ったな。私が気にしていたことを平然と言いやがったな。いやいや、だって本当のことでしょ。だから、そこでイチャ。だから、イチャついてねえよ。こっちだってノーサンキューだよ。あの、私は虫ですか。で、どうやったら戻るんだよ。これじゃ、戻る気しねえよ。じゃ、あの人に来てもらうか。誰なんだぜ。エイリンに来てもらうんだよ。なるほど、エイリンに治す薬作ってもらうんだな。何かご用かしら。エイリン、なんか急に早口になったんだよ。それは、私が作った薬を飲んだからそうになったのよ。あと少しで効き目がなくなるわ。あ、本当だ。ていうか、今度は、ゆっくりじゃねえか。おい、エイリンどういうことだ。これじゃ、デート、ゲフンゲフン、大変だな。あんたには、彼女いないでしょうが、二次元だろ。もう、嫌だ。お家に帰りたい。こうして、ゆっくり喋ってたら、一週間後に治ったそうです。ここまでのご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか？もしよかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回も、ゆっくりしていってね。